Bonjour. Online France 語学校 Ensemble en français 講師のアドリアンです。今日もとっても役に立つフランス語の表現をご紹介します。フランスでは野菜や果物は量り売りで買うのが一般的です。さて、量り売りで買うをフランス語ではどのように言えばいいでしょうか。Acheter au poids. 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 直訳すると、重さで買うで、量り売りで買うという意味で使います。はかり売りだと自分が欲しい分だけ買えるので、経済的だし、食品ロスを減らすこともできますね。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、Ensemble のレッスンでお待ちしています。À bientôt!